PM です。1分でわかるおすすめゲームプランザスカット。本日も e フットボール2023アプリのゲームプランをご紹介していきたいと思います。昨日から続く名門復活シリーズ、今回はマンチェスターユナイテッド再現プランをご紹介したいと思います。再現に挑戦したのはこの試合です。2-2-2 3シーズンプレミアリーグ第6節の対アーセナル戦、ついに開幕連勝中だったアーセナルが負けてしまいました。そしてスタートつまずいたユナイテッドが4連勝中、ますますプレミアリーグが面白くなってきました。さてしばらくの間なかなか本来の姿を取り戻せなかったユナイテッドですが、今シーズンオランダアヤックスからエリク・テンハフを監督として迎え、大改革の真っ只中。自分もこの監督についてはアヤックス時代の戦術も含め現在勉強中なんですが、どうやらこの監督もナゲルスマン同様密度にこだわる派の監督っぽいです。この試合のスターティングメンバーはこちらで、フォーメーションは 4-2-3-1。 リサンドロ・マルティネス同様アヤックスから連れてきた新戦力アントニーもスタメンに名を連ねます。個人的印象ではありますが、このアヤックスからの加入組のお二人目つきが違います。先ほどのミツルの話ですが、このテンハフ監督もナゲルスマンのように最小限の幅を意識していることを公言しているらしく、ただ中央傾向のナゲルスマンと違う点は攻撃の重心を片方のサイドに寄せるというところ。オーバーロードと呼ばれるこの攻撃ですが、アヤックス時代この攻撃を駆使したサッカーで数々の大物を投下し、その実力はもはや証明済みです。以前は逆サイドのウィングの選手の中央によって後ろのサイドバックの選手が大外を担当していたようですが、昨シーズンはこのアントニーが大外、サイドバックは偽サイドバックという形をとっていたようです。そしてテンハフがアヤックスからこの2人を連れてきたということを考えると、ユナイテッドにおいてもこれ近いサッカーをやるつもりではないかと想像してしまいます。もちろん局地的に密度を高めて相手を圧倒するこの戦術、相当な高い技術を必要とします。アヤックス出身のデリフトやフレンティを考えるとなんとなくイメージできますよね。そしてユナイテッドに来てこの監督の一番驚いたエピソードは4-0と大敗を喫したブレンドフォード戦翌日のバット。チームとしての走行距離に 13.7km の差があったとして休日返上で爆走を命じ、なんと自らも走ったという、まさに管理者の鏡ですね。これは何かが変わりそうな気がします。明日早朝ユナイテッドはヨーロッパリーグ久保建英在籍のレアルソシエダとの一戦を控えております。この激アツの試合に向けてユナイテッド再現プランで盛り上がりましょう。気になった方はぜひお試しください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。